はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方は、よろしくお願いします。ただつばさです。このチャンネルは、ビジネスセンスを磨くというコンセプトで、毎日配信をしていますえ。今日は何の話かというと、戦略と戦略的なお金の使い方についてです。それでは、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは、大きくは2つですね。 戦略とは何か、戦略的なこととは何かと、そこから応用としてお金の使い方、買い物ですねとか、投資も含めてなんですけれども、どういうふうにすれば戦略的にお金を使えるかについて一緒に考えていければと思っています。で内容は大きく3つで話をしていくかなと思います。で1つ目がそもそも戦略とは何かですで。2つ目がそこからじゃあ良い戦略とは何かですね。 筋の良い戦略を見極めるときの判断軸。こう3つあるので、判断軸を3つご紹介します。これが大きく2つ目です。で最後、大きく3つ目というのは、じゃそれを、うん、とお金を使うに落とし込む、戦略的にお金をどうすれば使えるかという話を最後、皆さんと一緒に深めていければと思っています。はい。では、まずは戦略についてです。皆さんは戦略と聞くと、どのようなイメージを持っていらっしゃるでしょうか お仕事だとか、あるいはニュース、ビジネスのニュースでも戦略という言葉、よく耳にする、えー、使うことが多いかなと思います。では、改めて戦略とは何でしょうか私の戦略の一言の定義があって、それは目的を達成するためのリソース配分の指針です。上位にある目的を達成するために、自分たちは何をやるか、そして何をやらないかを決めるこの方針、これが戦略なんですね。 これが一番私がシンプルで自分で腑に落ちている戦略の一言の定義になります。で、えっと、リソース配分の指針と言ったんですけれども、リソース配分とのリソースとは何かというと、まあ、企業、組織であれば、まあ、人物、金と言われるようなものです。で、個人であってもこれは同様で、こう、あなたの時間だとか、こう、エネルギー、まあ、労力をどこに振り分けるか、やらないこと、やることを決めて、やることにどれだけリソースを、こう、 注入して最も目的を達成するために確かなリソースの使い方をしていく。これが戦略になります。で戦略で重要なのを一つ付け加えておくと、えー、捨てる方、何をやらないかなんですね。ここに戦略の肝、本質があると私は考えています。やらないことが明確であるからこそ、やることに自分の持っているリソースを、えー、集中できるこう。あれもこれもではなくて、まあ、あれかこれかですねもうやる。考えられる全ての選択肢を 全部やるというのは戦略ではないと思っていて大事なものの中からも本当に大事なもの、重要なものを選んでやることやらないことをまず捨ててやることに注力していくこれが戦略で大事なポイントかなというふうに考えますはいではここから戦略を見極める特に筋の良い戦略かどうかを見極めるためにどうすればいいかの判断軸をご紹介します皆さんもし 戦略をどどううう見極めるるかかかと聞かれればどのよににお考えになるでしょうか私が持っている良い戦略を見極める判断軸というのは3つあるんですね。1つ目が先ほどの話につながってきてやらないことが明確か。2つ目が戦略の全体での一貫性と具体性。そして3つ目がワクワクすると思える。自分たちもできると思える。これらが良い戦略を見極めるための判断軸というふうに捉えています。 もう少しそれぞれについて補足していきますね。やらないことが明確、これは先ほど触れたので、詳しくは触れませんが、やることとやらないことが明確になっていて、やらないことに意思を持って捨てているかどうか、これが1つ目の判断軸です。2つ目の一貫性と具体性、これはどんな判断軸でしょうか。一貫性というのは、戦略の上下のまずは一貫性になります。 で上下とは何かなんですけれども、戦略の上にあるまず目的こう目的と戦略が一貫してこうつながっていることで下の一貫性というのは戦略から戦術ですね仕事でいうと実行プランにあたるんですけれども戦略というやることやらないことの方針に従って具体的に何をやるかの実行プランこれがちゃんとつながっているかどうかここが一貫性ですで具体性というのは戦略がしっかりとこうロジックで 語られて、具体的に何をやるかがわ、えー、かる。戦術にもしっかりとつながっていて、こう実際にやる、例えば現場のメンバーにもこう腹落ちしている。具体的に、えー、と戦略の内容が頭で描かれている。これが具体性になります。なので、この一貫性と具体性があるかというのが2つ目の判断軸になります。で3つ目の、えー、ワクワクする。自分たちもできると思える。 でここは戦略へのこう、うん、熱量だとか当事者意識に伝っていくものです。で、ワクワクするというのは、これはこう主観的なものではあるんですけれども、戦略を聞いて、うん、まあ、面白そうだというか、こう楽しみである。あと、やってみたいというふうに思える。自分たちもこうできると思える。こうした戦略に対する思い入れが強くなるかどうか。 ここが当事者意識を持って特に戦略の実行にすごく影響してくるんですね。まあ、端的に戦略が面白いと思える。そうするとワクワクする気持ちが生まれますし、そこから実行プラインのさらにいろんなアイデアがこう生み出されるというふうに考えます。はい。なので、良い戦略を見極める判断軸3つというのは、1つ目、やらないことが明確。2つ目、一貫性と具体性。3つ目がワクワクする。自分たちもできる。実現可能だというふうに思えること。 これが見極めるためのこう視点、判断軸になります。はい。ここまで戦略とは何か、そして良い戦略を見極める判断軸について見てきました。いかがでしょうか戦略についてこうイメージがあの持ってた。なんとなく固まってきたでしょうかで最後、ここからはですね、パートので言うと3つ目に入ります。 今のこう良い戦略を見極める判断軸というのを何かに応用できるかを考えたときに今回はお金を使うというもの戦略的にどうお金を使うかに今の3つの判断軸というのを当てはめるといいこうお金の使い方ができるなというふうに考えましたでは先ほどの良い戦略の判断軸に3つに絞って見ていきましょうはい1つ目の判断軸はやらないことが明確でした でお金を使うに当てはめると何にお金を使わないかというルールが明確であることですで、ここのルールというのは個々人にあっていいと思うんですけれども例えばうーん、周りに合わせてなんとなくこれがうん流行っているから自分はそれでもそういうふうに思っていなくてもつい使ってしまうまたはうんストレス発散のためにお金を使っている てしまわないこういうやらないことをしっかりとルールとして持っておくといいんです。で、お金というのは、ん、有限ではなく貴重なものではあるので、戦略でいうことのリソースですよね。リソースとは基本的には有限のものなので、やらないことがしっかりあるか、何にお金を自分は使わないかというルールを持っておけるか、これがお金の使い方で戦略的になれる一つ目になります。で、もう一つは一貫性と具体性ですね。 で、一つ目につながっていくことなんだけれども、お金の使い道が自分の価値観とか、こう、目的に沿っているかどうかの一貫性になります。で、ここでは、価値観が自分の言葉になっている、まあ、言語化されていると、それに従って判断がしやすいので、うん、具体性にもつながっていきます。まあ、価値観が具体的なほど、お金を使う方針だとか、何に使わないかというのも決まってきます。なので、 自分の過去の例えば1ヶ月の買い物を振り返った時に一貫性があるような使い方をしているかどうかここもチェックしてみるといいでしょうで3つ目の判断軸というのはワワクワクするでしたで。ここをお金の使い方に転換するとお金の何に使うかに対して自分が好きなことにうん投資というかお金を使えればいいなというふうに考えるんですね もし自分がこれはいいと思えるのであれば他人の見方他人の物差しというのは気にせずにこう躊躇せずに使う時はしっかりと使うという気持ちも大事なんだと思うんですでお金の使い方で得てしてなりがちなのはこう全部に節約をしようとしてしまうというふうに考えるかもしれませんがそうではなくて一つ目のやらないことともつなげると何にお金を使わないかというの 基準が明確だからこそ、これに使いたいと思えるものにはしっかりと使う。このうんと度合いというか、オンオフをしっかりとつけるというのも、お金をこう戦略的に、特に未来の自分への投資、世の中への投資と考えると重要なことかなというふうに考えます。はい。というわけで、そろそろクロージングです。今回は戦略とそこからの 応用として戦略的なお金の使い方について見てきました。いかがだったでしょうか最後に内容を振り返る意味でも簡単にまとめておきます。戦略とは何か目的を達成するためのリソース配分の指針ですね。何をやるか何をやらないかがあって、重要なのは何をやらないか何を捨てるかにあります。良い戦略を見極める判断軸3つご紹介しました。1つ目がやらないことが明確。2つ目が一貫性と具体性がある。 3つ目、ワクワクして自分たちもできる、実行可能だと思えることで。ここの判断軸3つをお金を使うに落とし込んで、どんな応用ができるかを考えてきました。まあ、1つ目がやらないことが明確というのは、何に自分はお金を使わないかというルールがある。一貫性と具体性に関しては、お金の使い道が自分の価値観だとか、うん目的に沿って一貫しているかどうか。で具体的というのは、 今ののの価値観といいうのがお金の使い道ですねどんな自分は使い方をしてきたというのが言葉になっていて言語化されていること3つ目の「わくわくする」から展開したのはお金を使うものに対して自分が好きなことにお金が使えるかどうかで先ほどの1つ目の「やらないこと」とつなげるとやらないことが明確であるからこそ自分が使いたいと思えることには躊躇せずお金を使っていきませんかという話でした。 はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聴いてみてください。また、チャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。